はい、これです。GU さんですよ。GU さんの、あ、それか、前だ、お前、それかと。はい、そうです。ドリズラージャケットですね。2990円の、ベージュです。はい、で、僕ね、これ昨日買ってきたんですよ。昨日買ってきてね、車の中に一日放置して、暗かったんで、ちょっと見えなかったんですけど、昨日の夕方買いに行ってね、うん、ほら、ちょっとほつれが、うん、メイドイン GU なんで。メイドイン GU なんで、その辺は細かいことは気にしませんよ、僕は。はい。といったわけで、春物を探しに行ったというかね、僕、昨日病院行って、その近くにね、GU があるんですよ。なので、ちょっと夕方寄ってきたらば、もう店内ガラガラで、まあ、それはいいんですけども、ちらっと、一回りしてみましたら、これいいなと思って、ドリズラジャケットっていうやつなんですけども、はい。まあ、皆様ご存知ですね。ベージュ。ベージュの L サイズです。サニーベージュ。さっき調べました。1号レッドと、サニーベージュ、69ネイビーとありましたがですよ。がですよ。断然これ。うん。もうこれ一択でいいです。ぶっちゃけ。本当に。ただし、これもちょっと、ちょっとね、難しいかもしれない、少し。うん。ちょっと作業着っぽくなる可能性があるので、その辺は注意ですよ。ブラックっていうかネイビーの方はね、もう埃が目立ってた、もう、店内にかかってるやつを見ただけでね、あ、これ埃つきやすいやつだなって、思いましたね。で、これでもちょっと目立つんですよね、ほら。うん。まあ、一番目立たない。で、一応赤もありましたけど、うん、まあ、赤は若い人向けかなとは思います。ちょっと着回し難しいかなと思いますね。はい。で、で、帰ってきて、お、これいいなと思って調べたら、YouTube 等で、結構紹介されてた方、インフルエンサーの方もいらっしゃいましたので、あ、結構人気だったな、ちょっと遅かったな、と思いました。うん。で、YKK です。もう、早速、紹介。うち、GU にしたら珍しいですよね、なんか YKK。で、なんでしたっけ？サブでしたっけ？サブかなんかそういうの。まあ、YKK なんで、まあ、構成、しっかりはしております。はい。うん。で、このアンティーク調のこれもいいですよね。ちょっと色が合ってる。確かに。うん。これが銀だと、シルバーだとね、スーパーチープになって絶対買わないんですけど。これが、アンティークゴールドなのでいいです。でですね、内ポケット。まあ、簡単な内ポケットはありますね。こう、ずりっとこう落ちるやつじゃなしに、ちゃんとこうスッと入る。うん。感じの。ポケットが両側にですね。はい、あります。はい、あとは、ここのファスナーも大きくからず小さからず持ちやすいイメージですよ。はい。で、袖口のボタンも一応色は合わせておりますね。まあ、そんなに悪い感じはしない。確かに。うん。縫製も、まあ、うん。ギリギリ大丈夫かな。うん。まあ、2990円なんで。皆様2000件。あ、ドリズラージャケットの意味ですね。ゴルフの、メーカーだったかな。さっと羽織れる。雨の日にさっと羽織れるというのがね、最初の起源。1960年代だったかな、確か。うん。間違ってたらごめんなさい。うん。確か、でも結構前の話ですよ。うん。で、なんとなくこう、古臭い感じがいいですよね。うん、で、素材は、ポリが67の、コットン 33% となっております。シワにしても、うん、まあ、若干にはシワになるか。うん。洗濯の場合は注意ですね、少し。うん。アイロンは必要かもしれない、少し。当て布しながらね。うん。で、一応、インフルエンサー様がね、こうやって、うわぁ、すごいいい生地ですね、って言ってました。はい。言ってましたが、そんなにいい生地じゃないですよ、ぶっちゃけ。まあ、それなんで、まあ、GU なんで、本当に。うん。じゃあね、あとは、あ、そうそう、商品説明ですね。ちょっとちらっと見たんですけど、ワイドパンツなんかと合わせるといいと書いておりますね。確かに、GU のね、スタイリング見たらば、結構なんか、感じで、ワイドパンツと合わせてらっしゃいました。バニーデニムですね。バニーデニムのグレーのやつと合わせてる方結構多かったですね。で、ちょっと僕ね、ここ言いたかった。サイズ感結構注意です。はい。じゃあね、早速着て。ちょっとインカメなんでまた画像が悪いんですけども、ご容赦お願いいたします。はい。で、ドリズラジャケットの L ですよ。はい。よし。あ、これ撮るか。これを撮りましょう。で、一応 M
か得るか迷いましたで、この丈がね短いんですよ。で M だとかなりこうなった。あ、僕ね、170センチの65キロで、お正月ちょっと食べ過ぎて66キロになっております。まあ大体そのぐらいをイメージされてみてはいかないですか。ちょっと光の具合が悪いな。うん、で、XA だとちょっとでかい、 M だとちょっと小さい。モッツっぽく着るんであれば、M でもいいかなと思います。はい、ただ、何かカットソーの上に羽織るぐらいであれば L ぐらいでいいのかなとは思いました。で、あ、ごめんなさいね、これ、バギースラックスです。GU のバギースラックスで、黒っぽいのに合わせてみたらいいかなと、まあ無難にね、無難にそれがいいかなと思います。ブルーのデニムなんかでもいいですけど、ちょっとね若々しくなってしまうとか、あ、そうそう、あの若々しいと思い出しました。ジェームス・ディーンが映画で着ていた、あの何でしたっけ、理想なき犯行、なんかそういうのありましたでしょ。で赤いジャケット、こういうの着てましたけど、あれちょっとねドリズラと勘違いされるようですけど、あれとは違うらしいです。僕調べました。はい、あ、理由なき犯行です、ごめんなさい。で、まあこういった感じ、ちょっと一周してみます。はい、なので XL でもでかい、M でも小さい。なのでまあこういった感じの、ちゃんと試着しないと難しいかもしれない。うん、もし試着が難しいのであれば僕の参考にしてください。170センチの、66キロですか。ちょっとがっしり系ですね。うん、僕がっしり系で、普通の、ごめんなさい、ちょっとガサガサしました。トレーナーなんかスウェットなんかに着てもいいんですけど、ちょっと首あり、今時期だとね首ありの方がいいかなと個人的には思います。ただねこれ春先までずっと着れるので、うん、重宝します。で、なんかのレイヤードにいいですよね。ちょっと待ってくださいね、ちょっと全然用意してなかった、全然用意してなかったですけど、これこれはあれですね、去年のプラス J のプラス J の 4XL のダウン、ちょっとガサガサ言ったらごめんなさい、ガサガサ言うかも。ちょっとねこれが、ちょっとマイクじゃあ閉めますね、ちょっとガサガサしますけど、こういう感じです。はい、で今見えましたでしょ、ファスナーが見えない、ここがまたかっこいい。うん、でポケットもなんかこうあまり目立たない、それもいい。ちょっとで、スマートフォンは入ります、スッと。で下手すれば落とすぐらいの感じですね、これだと。うん、スルッといきますね、気をつけてください皆さんは。ちょっと引っかかりも少ないような感じなので、気をつけてください。で襟立てたらかっこいいんじゃないかなと思って僕。うん、むしろうん、今のは皆様に判断をお任せします。はい、あ、僕ならこうやって切るな。うん、ちょっとやって、僕大体こういう感じ。うん、全開にしないし、ずっとも上げない、この中途半端系、中途半端系です僕は。うん、まあ、こういった感じ、切れ目なのに合わせるのがいいかなとは個人的には思います。で、サイズ注意ですね、僕であれば L サイズで、あとは黒いのはホコリが目立ちます。はい、その辺は注意です。で洗濯も注意、すごくいいかと言われればそうでもないですよ、この生地も。はい、まあ普通です。はい、騙されないでくださいね皆様、皆様の判断で、最終的な判断で買ってください。まあ3000円なのでね、あ、点数言いますか、ドゥルルン、結構ね、でもこのフォルムなんかいいんですよね、結構僕は好きです。はい、あ、79点ぐらいにします。はい、なぜ79点かと、必ず安くなりますね、1000円くらいは多分。うん、時期によって。ただし、あ、思い出した、これね L サイズが1着しかなかったので、結構売れてるんだと思います多分。なので被る可能性がある、
被る可能性があるので使い方本当に注意。あ、ちょっと待ってください。もうちょっとやってみようかな、うん、まあこういうのをね、小物でちょっと視線ずらした方がいいかもしれないです。これトゥミのバッグ、こっちの方にまず視線いって、これをね自由バレさせないという戦法でやってください。はい、あの得意のこれですよ、得意のこの全然使ってない、これ分かりますでしょ、ほら皆様、ほらプチプラ好きな方はこれですよ、これもう全然使ってないですよ、うん、これが3000円だと、うん、バカにするなよもう全然使ってないですよこれ、うん、まあちょっとカジュアルに振りすぎちゃうなこれだと、うん、まあいいですけど、まあ学生若い方であればいいかなと思います。まあ僕らぐらいの年代であればトゥミとかちゃんとしたメーカーのね、うん、メーカーのバッグで散らしてあげるちょっと視線を、うん、その方がいいかなと思います。はい、よし、じゃあ今日はこんな感じですね。この動画よかったらいいねと、あとはチャンネル登録、コメント、あ、コメントはちょっとオフにしております。はい、なのであとはねメインチャンネルの方もよろしくお願いいたします。はい、皆様、今日はドリズラージャケット、かっこいいとは思います、個人的には。はい、皆様、素敵な一日を。